サッカー選手。サンサッカー選手とは、サッカーにおいて、競技を実際に行う者の,のことである。全世界では、約2億5000万人のサッカー選手が存在すると推定されている。ジャンピエール・パパンは、サッカーを世界共通語と説明している。サッカー選手は、一般的に、ユースチームやアマチュアチームでキャリアをスタートし、プロサッカー選手を目指す。 ヨーロッパなどのいくつかのプロトップリーグでは他の仕事より非常に高い収入を得ることができる。プレミアリーグの選手は平均で年間約100万ドルもの収入を得ている。その中でも特に裕福なクラブの選手は平均で年間600万ドルから800万ドル、最高では年間7000万ドルもの収入を得ることができる。この原因について経済ニュースプラットフォームニュースピックスは 生で感染する人が少ないことから、市場が小規模であることに起因していると述べている。しかし、実際にこのレベルでプレーできるのは一部のプロサッカー選手のみであり、サッカー選手の多くはセミプロ選手である。上記のような収入の多いリーグ以外のリーグでプレーする選手の収入は比較的一般的な額である。また、ポジションによって年俸に差がある傾向も見られる。 例えば、アメリカの一部リーグに相当するメジャーリーグサッカーの2013年の平均年俸は148,693ドルだったが、そのうちゴールキーパーの平均年俸は85,296ドルに止まったのに対し、フォワードの選手の平均年俸は251,805ドルと166,509ドルもの差があった。また、女子サッカー選手の平均収入は、 男子よりはるかに低い。例えば、アメリカの女子サッカーリーグ、ナショナルウーマンズサッカーリーグに所属する選手の年俸は3万ドルにも満たない。引退後、一部のサッカー選手はサッカー指導者などとしてサッカー界での仕事を続けることがある。1979年の研究では、より高いレベルのチームの選手の方が、引退後にサッカークラブの幹部のうちの多くを占め、 また、多くの所得が得られることが分かった。サッカー選手のパフォーマンスは、一般的に、ホームチームよりもアウェーチームの方が低下するとされている。これは、ホームアドバンテージによるものである。この現象の原因は、科学的には解明されていない。また、別の研究では、審判がペナルティキックのために0.2秒未満の短いホイッスルを吹いた後では、 長く吹かれた後よりもペナルティーキックを失敗する可能性が高いことが分かっている。2002年のアイルランドの研究機関の発表ではサッカー選手は物理的性能のすべての分野で高いレベルの体力と筋肉を備えている人間と表現している。引退したサッカー選手がうつ病などを発症する確率は一般人とほぼ同じである。また、 2009年の研究では、サッカーは成長期の睡眠や心理的機能に良い効果をもたらすことが分かった。しかし、プロサッカー選手の平均寿命は一般人と比較すると短いことが分かっている。2011年のドイツの研究では、サッカードイツ代表の選手の平均寿命は一般の男性よりも2年程度短いことが分かった。 元サッカー選手は現役時代の心身の負荷、オーバーユーズによって引退後に慢性的な痛みに悩まされることがある。2000年のサッカーの怪我に関する研究によれば、怪我の原因の81.5%は、外傷18.5%はオーバーユースである。怪我の種類は、捻挫が30%を占め、続いて骨折16%、肉離れ、 15%、人体損傷、12%、半月板損傷、8%となっている。部位別に見ると、膝の怪我が最も多くを占め、29%、足首、19%、脊椎、9%と続いている。また、2012年の研究では、すべての怪我の19%は、筋肉系の怪我であることが示されている。ヘディングは、 筋縮性即作効果症の発生率の増加につながることが示されている。1987年のもと、サッカーのルエ代表の選手を対象とした研究では、3人に1人に外傷性脳損傷や脳座症などの脳損傷が発見された。また、スコットランドのスターリング大学の研究チームの発表によれば、ヘディングは脳の機能や記憶力に大きな悪影響を与え、 ヘディングをした直後の選手の記憶力は41%から67%低下し、その影響は24時間が経過すると徐々に減少した。こうした経緯からアメリカではアメリカ合衆国サッカー連盟によって10歳以下子供がヘディングを禁止するという措置が取られており、スコットランドでもスコットランドサッカー協会のゴードン・スミス元会長が米国に習って 特定の年齢層にはヘディングを禁止に好きと主張するなど、世界的にヘディングの健康への影響に対する懸念は高まっている。特に脆弱な部分である前十字人体は、タックルなどによって前十字人体損傷などが引き起こされることがあるほか、引退後の選手の股関節に変形性関節症が見られることも多い。また、太ももの怪我は、 筋肉系の怪我の54%を占めることが分かっている。フィ f a は2012年、これらのサッカー選手の怪我の要因について記した、レポートを発表した。5おさむき。